日本放送協会日本放送協会放送局の一覧 NHK 仙台放送局 NHK 仙台拠点放送局は宮城県を放送対象地域とする日本放送協会の地域放送局現在の正式名称は NHK 仙台拠点放送局であるが従来の拠点を省いた名称も広く使用されている東北6県を管轄する NHK 東北ブロックの拠点局である。1961年から2018年まで使用された旧放送会館1961年3月の完成から50年使用してきた局舎が老朽化していたため、かねてから新築移転計画があり、移転用地を探していたところ、2011年3月11日に、 発生した東北地方太平洋沖地震で被災したためさらに計画が進められた。同年8月30日、移転用地としてホテル、仙台プラザ及び斎藤保温会館の跡地を東京海上ホールディングスの関連会社から35億円で取得し、さらに2012年2月8日、隣接する1034平方メートルの市内を5億円で取得した。 両取特地は合わせて6556平方メートルとなり、全局舎の敷地面積よりやや広い。2011年9月1日に発表された計画では、2012年度までに移転先にある建物等を取り壊し、2014年度中に新局舎を着工、2018年度までに移転して運用開始するとしているが、計画の前倒しに努めるとした。 2017年6月5日に新会館の竣工式が行われ、2018年2月4日に開館した。総工費は約117億円。公開スタジオや震災を映像で学べるスペース等を設ける予定で、従前の局舎の跡地は売却するとしている。2021年3月29日以降。 現在の番組の詳細は、公式サイトのヤッペーの番組ガイドを参照。ラジオのローカル枠一連の東北6県、または宮城県域放送のラジオ番組は、NHK ネットラジオラジルラジル仙台にて全国で聴取することが可能。ラジオ第一放送の番組は、ラジコでも東北6県で聴取することが可能。平日朝、 平日午前、平日夕方、その他東北地方向けに、独自編成を行っていた主な時間帯は、以下の通り、東北地方向けのニュースなどに差し替えていた。ありがとうございます。